ポケモンスカーレット。行くわよ。この手の主人公は女の子を選択しがち。今回女装男子作れるらしいんで、一応男の方も見ておくか。ええやん、ええやん。まあ女にするんですけどね。キャラクリとかいう性癖暴露大会。これでいきますわ。名前はセネカです。ローマ皇帝に自害を命じられそうな名前だけど、今作の舞台はスペインがモデルらしいし、ちょうどいいな。ポケモン SV は学園もの。この平沢進がアカデミーの校長です。典型的電気ネズミさん。ピカチュウに喧嘩打ってそう。デホール先生と25歳好き。コライドン君の爬虫類むき出しのデザイン好き。落ちたな。というわけでゲームスタート。まずは立ち上がるところから。立てて偉い。まずお任せレポートをオフにします。とりあえず回っておくか。身体能力は剣盾主人公の方が上。壁にぶつかってデバッグをします。校長が家々の窓を破りに来た。善人。もう大丈夫ですよ、安寧の人。ここ石つぶて。かわいい。おらんやん。おるやん。みじまる。キャルちゃん。キャノン。人影。愛嬌に全振りしたんか。愛嬌に全振りしたんだな。近所のサイヤ人。というわけでポケモン選択。この人間のメスをパートナーにしたいところですが、無理っぽいのでキャルちゃんにします。せっかくなのでメスのキャルちゃんが欲しいですね。そのためのお任せレポート解除。オスなのでリセットです。この時点でオスなのでリセットですが、別個体であることを確認しておきます。確認できたので、あとはひたすらニックネーム画面を見る。御三家はメスの割合が低いので、何回かリセットする必要はある。適当に動き回って乱数調整ごっこでもするか。出るんかい。メスのキャルちゃんを確保しました。
サイヤ人はポッチャマを選択。初戦闘。投球フォーム的に肩はあまり強くなさそう。根も怖いから何とかして逃げることできんか。戦闘狂恐ろしいよ。火の嵐は校長が回収しました。動き回れるようになったのでとりあえず身投げをします。飯、薬、化学デブ、野生ポケモンを捕獲しようのコーナー。このレベル帯ならいきなりボールで10分や。ボールくれるの助かる。とりあえず乱獲します。手持ちが埋まった。オープニングでピカチュウに喧嘩売ってたやつだ。せっかくなので手持ちに入れたい。しびれてるキャルちゃんも可愛いね。そんなこんなで謎の声のもとへ。犬っころに負けそうな伝説のポケモンを観測した。便利機能。所詮は犬畜生よ。腹減ってるみたいなので野菜とか肉をパンで挟んだやつをあげます。動作がトカゲすぎる。追いかける。犬畜生の群れ。犬畜生よ、所詮は。犬畜生のボス。
内藤。今作のヒロイン、学校に行きます。クソガキをぶっ飛ばします。殺意が足りている。ハイジョージ。ポケセン。ドライブスルー方式じゃん。来ました。来ました。山ガールのデザインがモブだと一番ええわ。贈り物受け取っとくか。早期購入特典。It's Pikachu! ダブルパック購入特典。戦闘民族恐ろしい。この初カットじゃなんとかなる。カモミラー。それはインチキ。ノーマル物理の殴り合いになると思ったのに、電気ショックでゴリ押しされるとしんどい。殺意が足りている。やっぱ最初の鳴き声無駄にされるとダメ。ずるじゃん。インチキ分の詫び石をご用意してくれるらしい。せっかくなんで着るものを見て回ったが、良いのないな。制服固定で着せ替えの幅が狭いのどうにかならんか。
キャルちゃんの頭がお花畑になったので動画終了。